3月28日、参院本会議で2024年度予算が成立した。一般会計総額は2年連続で110兆円を超え、社会保障費は37兆7,193億円と過去最大を更新。一方同日は参議院予算委員会が2時間近く遅れる事態も起きた。自民党派閥の裏金事件をめぐる問題で、 岸田文雄首相が行った安倍派幹部への追加聴取の報告内容について野党側が問題視したのです岸田首相は26日に元幹部の塩谷律元総務会長と下村博文元政調会長を27日に西村康俊前経済産業省と世耕広重前社任幹事長を追加聴取しています自民党は予算委員会に先立つ 理事懇談会でこの追加聴取の結果を野党側に報告その際に22年3月に安倍派幹部がキックバックに関する会合を行っていた可能性があると説明しました22年4月と8月に幹部による会合があったことは明らかになっていますが3月にも会合が開かれていたことは明らかになっていませんさらに世耕氏は 今月14日の政治倫理審査会で3月会合についてスケジュール表にも記憶にも残っていないと答弁していましたそうしたことから野党側はこれまでの説明との整合性を追求し直後に自民党は3月会合の説明を撤回したのです岸田首相は予算成立後の記者会見で裏金事件をめぐる安倍派幹部らの処分について 来週中にも処分が行えるようプロセスを進めたいと明言した裏金事件の動向が注視される中 SNS では参院本会議で世耕氏が岸田首相に見せた逆ギレ態度にも関心の目が向けられていた注目を集めているは討論の後に行われた出席議員による記名投票の場面だ名前を読み上げられた議員たちは次々に演壇にキフラを持参 投票を終えると、議長の近くに座る岸田首相に頭を下げて、自らの席に戻っていった。世耕氏も名前を呼ばれると、他の議員と同じように投票をしたが、なんと、岸田首相には頭を下げることはなく、素通りして席に戻っていったのだった。岸田首相は唇を固く結び、眉間に手話を寄せて、小さく何度もうなずいていた。その表情は、まるで、 何かをこらえているような様子にも見えた世耕氏といえば以前から岸田首相に対して批判的でした昨年10月には参院本会議の代表質問で岸田首相にリーダーとしての姿が示せていないと異例の苦言を呈したことがありましたその後もジャーナリスト桜井義子78との月刊誌での対談で 岸田首相の指導力について言葉に情熱を感じないとダメ出しをしていましたですが現在は裏金事件によって自らが窮地に陥っています自民党は撤回したものの3月会合の存在に言及したことは事実岸田首相の追加聴取によって一層疑惑の目が向けられてしまった形ですこうした背景もあることから 露骨に、岸田首相をがん無視した世耕氏に、X では批判の声が上がっている。これが迷惑かけた側が取る態度なのか、権力闘争ドラマかよ、しかし、器が小さいな。これはないわ、世耕さんも自民から出た方がいい。世耕さん、これはアウトだな、国民に見られてますよという意識が、欠落しちゃう政治家は絶対ダメね、ちっちゃいって、見られるしね。 立憲民主党の蓮舫参院議員も、世耕氏が岸田首相をガン無視する映像を載せた投稿をリポストし、自民党議員は、総理に一礼というのが通例ですが、とツッコミを入れている。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。本来、子供たちのお手本にならないといけない議員の意識のレベルの低さには迫撃します。世耕氏、二階氏、 森氏と日本の教育の本質にも残念ながら疑念を生じます利権派閥地盤の球体依然たる体質の上に正直で誠実さが欠けるこれで明るい未来で少子化対策からステルスも含めた増税法案将来にあなた方のような方たちがいた明るい未来が見いだせないのが根本的な問題だと思います社会保障もしっかりです 子供たちには絶対に見せたくないまとなってほしくない姿です。村出身による村政治という表現が今の自民党にはぴったり当てはまる。和歌山の選挙では次もこの状態が引き続き継続するだろう。二階が引退しても息子が。世襲としてまた政治の世界に入ってくると思うし期待はできない。 政治家も悪いがそれ以上に選ぶ側の意識が変わらない限り政治は良くならない。日本の政治はお先真っ暗が続くとしか思えない。とにかく選挙制度を変えなくてはならない。自民党は小学生の集まりなの自意同士のこ競り合い、本当にどうでもいい。いくら支持率が下がっても岸田おろしは起きないし、完全に事情作用をなくした自民党。 岸田総理は党内運営に注力してれば国民の声は無視しても平気だと考えているのでしょう。自民党議員と総理大臣にここまでの応募を許す結果になったのはいくら不祥事が続いてもこれまでの選挙でこの党にお給を据えなかった国民の責任も大きいと思う。世耕も岸田もどっちもどっちのちびっこギャングの類しかもどちらも世襲の世間知らず議員。 こんな議員たちが大手を振って国会の赤絨毯の上をか歩しているのだからどうしようもない。不思議なもので政治、政治家が劣化は産業も衰退させ完全に経済戦争に負け株高による持ち株の評価益だけで利益を膨らませるのが精一杯の状況。 そして世界的にも稀な少子高齢化と過疎化により国家の規模も一人当たり所得も衰退が止まらない最大の要因は国民の無気力と江戸時代のままの村社会つまりオラが村の大観様意識が未だに続いていることである事実上の独裁政治のような状態で緩み切った自民党議員たちは国民ではなく自分の地位 扱いいしか見ないのだろう自民党というものをベースにした政治らしきものでは日本に明日はない自民党議員本位制の日本野党も自民党政治を基準点とした政治らしきものしかない革命家でも出ないと変わらない世耕氏としては安倍氏のたもとではあるが地道に活動しそれなりの実績を作り地位を上げてきたという自負があるのでしょうが 所詮は祖父、叔父から地盤を引き継いだ、世襲議員に過ぎず、自ら地盤を開拓した議員と比べると、バックにある近畿大学などのフォローに加え、引き継いだ三世の地盤は強固であり、自ら開拓した議員から見れば恵まれた存在では、あるが、ある意味では、そういう面からの経験はとぼしく、脇が甘かったのではないだろうか。 いつかは日本政治の舵取りをしたいと言ったそうであるがもはや断念と言わざるを得ない世耕さんは NTT のサラリーマン時代から不親切だったからなおじさまの後を継ぐ選挙のために勝手にいきなり課長を辞めて周囲も怒っていましたもともとの家柄が良くて議員に離れた今はサラリーマン当時の奥さんとも別れて 好き勝手やっている印象です記事とは直接関係なくて申し訳ないのですが裏金疑惑の聴取にわざわざホテルを使っててそれが当たり前の感覚になっている自民党内部の数人の会合なら自民党本部に会議室とかはないのでしょうか東京のホテルは分かりませんが地方でもホテルの会議室は10万は軽く超えます 経費削減の気持ちがあればホテルを借りなくても良いように感じます。